チェキラ。どうも、ゆうた14です。はい。少しね、久しぶりの投稿になりました。今回、こちら、CWL 優勝することができました。はい。2連覇ですね。いや、すごく嬉しいです。前シーズンは CWL のプレミアという階級で出たんですが、今回は CWL のグラディエーターという階級で出ました。それで、見事優勝することができました。これで、世界大会のリーグを2連覇というわけで、この間かなりの快挙ですね。日本クランとしてはおそらくリーグ連覇というのは初ですし、2階級制覇っていうのも初ですし、これは多分日本クランだけじゃなくて世界的に見てもどこだろうあるかなってぐらいなレベルだと思います。まあダークルーターズは確定でやってるとして、他にどこかあるかなってぐらいかなと思います。はい。まあなので日本だけじゃなくてね、世界的にもハグレメタルっていう名前がすごく売れてきて、クイーンオーカズっていうね方も名前が売れてきて、割と世界としても結構注目されるようになってきたなと最近実感するようなことになっております。はい。まあすごく嬉しいですね。本当にこれは嬉しかったです。まあ自分の成績としてはかなり良く、10と11はまあ一応埋めることはできてたんだけど、12のラストのアタック2手で、まあ、しょうもない、本当にしょうもないミスをかまして2連発で、うん。で、ちょっとやばいなって思ったんだけど、そこをね、しっかりみんながさ、逆にね、サポートしてくれて、そこで逆転。まあ結果的には先の相手が動いてたから逆転っていう形にはなってるんですが、うん、逆転勝利することができました。まあなかなかね、厳しい対戦だったんですが、そこをきっちり優勝することができたので、すごく嬉しかったです。はい。で、今回はその中でもタウンホール12のアタックを特に見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、1本目見ていきましょう。こちらはガクのアタックからですね。これがね、まあ、ライドラ選択したのは自分のなぞりなんですが、クイヒールート自体は、最初の、これ、多分6手目の全開になってるんですが、まあ、4人、5人か、5人同じようななぞりをして、最初からこのクイヒールートでした。で、なかなか取り切れずに、っていうところを、まあね、自分もこれ攻めたんですけど、初手でね、空のおでんを出してしまって、積みましたね。クイヒーの、クイーンのところに空のおでんを出してしまって、いきなり対空砲に撃たれておでんが死んでしまって、まあ結果的におでんをそこで失ったんですが、 94% まで伸ばすことができて、最初アタックガクがねギリギリでラスト1手で攻めてくれて全開をしてくれてと、これがね本当に嬉しかった。まあうん自分のミスはとてもね、あの場面ではやってはいけないぐらいのとんでもないミスだったんですけど、まあ、そこをね、ガクが絶対取ります、取ってきます。つって、見事全開、もうすごく嬉しかったです。超劇的な勝利。ガクっていうのもいいですね。まあ、シーズン通して一番頑張ってくれてたのはガクかなと思うし、いろいろな赤でもね、いろんな赤で、いろんな対戦、全部出てくれてたし、まあ、ガクだけじゃないけど、まあ、中でも頑張ってくれた一人だったので、すごく嬉しかったですね。で、もう、ここまで来て、もう、かなり勝ち確ですよね。で、フリーズと。もうタイミング完璧ですね。ボマーもしっかりマルチ IT の方へ誘導しつつ、クイーンも殺さず、ブロックが残っていてと。まあ、圧倒的全開になったかなと思います。はい。いやこれはマジで震えた最後の一手。みんなね、結構はぐれって、そんなに集まる、VC とかもそんなに集まるようなクランではなかったんですけど、まあ、この辺、もう朝方だったんだけど、十何人も VC にいて、視聴も結構30マックスで入るようなことも多くなってきて、18人、17人とかで見てたりね。まあ対戦通してかなりいろんな人が、はぐれメンバー全員がね、一丸となって見れた、結構楽しかった対戦になりました。まあ、個人的には、まあ舐めてたとかそういうわけじゃないんだけど、なかなかなんか、自分って結構そういうなんか変な感というか、特殊ななんかなんだろうな、変な勘みたいなのがあるんですけど、舐めてたとかじゃないんだけど、なんかすごい負ける気がしないなと思ってて、まあ、この直感って結構当たってて、ポーランドの時もそうだったんですけど、ポーランドに世界大会としてね ESL で出てた時も、なんか今日このポーランド大会負ける気しないなと思って結果優勝したりとか、11が一切バフェれずに11が 3.4 手ぐらい余ったけど、12で全部取って逆転した、ラストぐらいに逆転したみたいな対戦もあったんですけど、それもなんか一切負ける気がしてなくて、
そういうなんか負ける気がしない日って本当に負けないんですよね。それがこのペンギン戦もあったので、まあ結果的にね、最終的にはかなり厳しくて12位取んなきゃいけない、何連続で取んなきゃいけないみたいな状況になってたんですけど、それでもなんか全然焦んなきで落ち着いてやれたし、うん、みんな信頼してできたっていうのは結構いい対戦になりましたね。はぁ、いや、ちょっとすんごいホッとしてます。まあね、調べるってすごく長いので、まあ、最後に結局リートーナメント、なんて言うんだ、トーナメントの前のやつ、総当たりのリーグ戦か、総当たりのリーグ戦で全チームとは一度対戦してるんですよ。まあそこではね、リーグ1位、トーナメント、リーグ戦で1位にはなってたけど、結局トーナメントで、このプレイオフで勝たなきゃ優勝はってならないので、ここで負けちゃったら意味ないんですよね。いくら、リーグ戦で1位で無双してたとはいえ、結局勝たなきゃいけないのはプレイオフでの優勝決定戦、ここだったので、もうこの一戦をね、しっかり勝つことができたのは本当嬉しかったですね。まあここちょっとね、最近動画の投稿がなかったんですが、それは、この CWL の決勝戦の日だったり、その前日だったかな、前日もちょっと配置の調整とかしつつで結構忙しかったので、まあ、対戦日以上に、まあ、対戦日以上ではないか、さすがに、まあ、対戦日ぐらい結構忙しかった感じなので、ちょっと動画の投稿は控えさせていただき、対戦の日はやっぱり忙しくて、まあ、集中したいっていうのもあるし、で対戦終わった次の日はみんなでね、はぐれの何人かでもともとね、集まって飲みに行こうや、飯食いに行こうやぐらいの話をしてたんですけど、まあそれでね、まあ優勝したので、まあ結構長めにみんなで飲んで、スタドランチ集まってみんなでワイワイやりながらみたいな感じでやってたので、まあそれも結局、まあそれもあったんでね、動画の投稿はちょっとできないような形になってました。でようやく満を持しての CWL の決勝戦のリプレイをこれから何本か上げていくつもりです。まあなんですが、まあこれがね、おそらくこの後がタウンホール13に出てしまうので、みんなファーミング大会ですよね。で CWL も次の開催が2月っていう風になってるので、タウンホール10、11、12に関してはもしかしたらもうほとんど動画を上げることができないかもしれません。対戦の機会がないんですよね。そもそもリーグの機会がないのと対戦の機会がないというところで、まあ、これがしばらく見納めになるかもしれないです。はい。まあ決勝戦ね、かなりの生放送で入ってて、長い時間生放送も入ってたので、まあリプレイはかなり出てるので、まあ結構多めにね、じゃあ動画を紹介していこうかなと思ってます。いいアタックもかなり多かったので、はい。まあそんな感じですね。まあこちらのガクのアタック、星6だったの、星6ではないか、ニヤカだったからかね。まあちょっと序盤の方でね、ボーラーでのタウンホール起動があったんですが、ちょっと対戦のアタックの解説よりも思い出話だったり今までの経緯だったりを話していたので、まあちょっと解説としては見落としがちにはなってしまったかなと思うんですが、今ねタウンホールの方にボーラーを、キングの台座があるんですが、まあそこに対してボーラーでタウンホールを起動させるようなことをやっていました。まあね、ポーランドの時自分もやって少し話題にはなったんですが、こういうねちょっと忘れがちですよね。まあ、今回のキープとなったのは、9時の対空砲のボーラーバウンドで追っていったのと、ターンホールの軌道をボーラーでやったこと。まあ、クエイクのマスを、クエイクの呪文の枠をね、削っていくのは結構、なんだっけ？クローンですね。クローンを積むタイプのラバルをするときは、呪文の枠数が結構圧迫されがちなので、それプラスでね、クエイクを積んでしまうと、どんどん呪文が減ってきてしまって、結構きついっていうことになりがちなんですが、まあ、そこね、ボーラー一体で解決するっていうのは、まあ、やっぱり配置の穴っていうのをしっかり見落とさずやっていく。これうまかったですね。で、続いて理事長ですね。理事長もね、決勝戦星6で素晴らしかった。うん。結構厳しいところで、一番ちょっとはぐれメンバーがあんま行きたくないな、あんまこの配置じゃないんですけど、ちょっと行きたくないなと思ってた配置を、プラン相談みんなでしつつ、こんなんどうですかねって提案してきたプランで、一発で落としてくれたりと、まあ途中でね、中盤で星6を取ってくれた、かなり、しかもそれもね、ピンポイントでこことここってね、一発ずつで落としてくれたのが本当に、でかい星6でしたね。まあその中で今回ご紹介するのはこちらのオサムスペシャルの方で、まあこの配置、特徴的なのが、まあ、かなり綺麗に整列されてるんですが、1マスずつね、綺麗に壁と防衛施設がね、離れて置かれてるので、ライドラのチェーンが一切入らないんですよね、これ。
まあ、タイチクロス2本あったので、まあ、ライドラだったりドラゴンだったり空のユニットを使いたくなってくるわけなんですが、そのうちのライドラっていうのがこのマス目をね離しておくことで対策されていたのでほぼなしという、まあ、まあ無理ですねこれをライドラで落とすのは。まあ、そうなってくるとラバルだったり、まあ、ドラゴンになってくるんですが、ドラゴンもね少しマス目が空いてるのと綺麗に並びすぎてるのでばらけてしまうっていうところでドラゴンもなしかなと。まあ、そうなってくるとラバルもやりたいんですが、まあ、結構中心部が多かったので回しづらいということで、今回は、まあ、逆にね綺麗にボーラーたちの誘導ができやすいというところでボーラーオサムスペシャルで裏にラバルを使っていくような判断になりました。でアキラさんの食い響きがですね、まあこれは定番ですね。まあこの絵はもう見た瞬間にみんなアキラだろうと思って見てた配置じゃないかなと。まあオルボーも最近クイヒディガーをかなりやってるんですが、オルボーもこれはクイヒディガーでいけると、まあアキラと結構似通ったようなプランになることが多いんですが、その2人はまあそれの結果まあ一発で初見で落としてくれました。まあ、この辺キングとタウンホールがセットで置かれてるのが結構流行りでしたよね。まあそれに対してこのクイヒディガーっていうのが結構刺さりやすくて、タウンホールちょっと孤立めに置かれつつキングで守っているようなタイプに対しては、まあ、キングを、クイヒをね、タウンホールサイド流してあげるか、もしくは取りに行ってあげるかで、まあ、結構クイヒディガーで取れることが多いので、まあ、未だに、まあ、これからタウンホール12をやっていく方とかは、まあ、こういうの見たらクイヒディガーは刺さるんじゃないかなって一回考えてみると面白いかもしれませんね。で、タウンホール周りのラバ処理の、まあ、アキラはね、慣れてるんで、まあ、ミスさえ、そういうミスはしないんですが、このガゴパピーの処理にガゴを投げてしまうとターンホールをねガゴが起動してしまうことがあるんですよ。まあ結構あるミスかなと思うんですが、そうするとねヒーラーの横打ちを食らってしまったり早めにフリーズが必要となってしまったり結構辛いので、まあターンホール周りでラバの処理をするときはパピーにはねアーチャーを当ててあげましょうというのがやらなきゃいけないポイントですね。で今回結構早めにバスターを当ててます。はい、サンジ側のサイドカットにバスターを使っていったようですね。でクイヒーディガーの結構強みとしては、まあ、ヒーラーがスイッチしても強いというところ、まあ、クイラバとかだとねヒーラーがもうすごく余ってしまうような展開にはなりがちなんですが、まあ、ディガーにヒーラーがスイッチすることで、まあ、結構近いサイドでクイーンとディガーが近いサイドでねやることが多いので、途中でもうこういう風にクイーンが壁打ちしちゃうじゃないですか。そしたらもうほとんど仕事としては渋くなって、まあ、その後ただ壁殴ってるクイーンにヒーラーがついてるだけって、まあ、今回はそうなっちゃってるんですが、まあ、これがね結構近いサイドでやってあげると、仕事してるディガーの方にヒーラーがスイッチしてくれてヒールを少し奥めにねかけることができたりとか、まあ、タウンホール削りをやってる分ディガーへのトーンをね結構中心部で使えたりとか、まあその辺がクイヒーディガーが刺さりやすい点かなと思います。はい、まあ、これも綺麗なザ・アキラみたいなアタックでした。でクラウスですね、これはアサツのなぞりになってるんですが、もうね全然違いましたねもうアサツは90何パーかの時間切れだったと思うんですが、まあ、結構無理で時間的には結構無理だったんだけど、今回は1分ぐらいの残しで、もう削り方だったりユニットの誘導だったりその辺が全然違ったなという印象でした。まあ、ヒールは確か積んでなかったような気がするんで、ヒールの選択もすごく良かったのかなと思います。今回そうかな。ヘイストを積んでなくて、タウンホールのケアにボマを当てていくんですが、そこに対してバルーンではなくてドラゴン2体でやっていってます。まあその分普段はね、ヘイストを積むことが多いんですが、その枠数分をヒールに回すことができているのかなと。で、ポイズンがありませんね。援軍がラバーって分かってるんですが、ポイズンは使わず、まあ援軍が小物じゃないのでクイーンに勝ち割っていこうというようなスタイルですね。でペッカはアップデートで新しくピンク色になりましたね。で定番通りキングとビズを外周投げしつつ、ああ殺殺の時キングが逆走して中入ってきてましたね。で代わりにペッカを外周に流すようなリカバリーをしてったんですが、その辺もちょっと違うところかな。でここマルチ IT がに少し寄りづらいっていうのと、ジャンプをね2本かけてるの2方向にかかるようにかけてしまってるのでユニットが割れてしまいますよね。まあ、そこに対してのヒールでのカバーだったのかなと思います。でクイーンはラバーをここでね割ってしまうんですが、まあ、タウンホールの起動結構痛いんですが、まあ、ここポイズン積むよりはそもそもタウンホールをフリーズで止めてあげた方が火力源として削れたのかなと思います。はい、まあ、なのでポイズンではなくフリーズの判断だったのかなと思います。
パピー処理を普通にしてるんですが、そのままね、クイーンが、黒子を残したクイーンがやってきて、で、ユニットもかなり残ってて、で、ボマーから出たドラゴンもね、まあ最悪ボマーだけでタウンホール壊せなくてもドラゴンでもケアできたと、まあ、二重の意味でも、いいケアでしたね。で、今回これがラストアタックになってます。プーチンのアタック。プーチンも星6でしたね。うん。で、これも初見の段階で、まあこれでいけ、まあプラン出してくれてて、すごいいけそうだなと思ってたプランの一つでした。まあ金式ですね。突撃艦タイプなんですが、まあ突撃艦はアップデートで少し強くなりましたね。爆破ダメージが1400、レベル3だと1400の範囲ダメージが入るということで、まあ、これは結構な強くなりましたよね。少し前に、まあ、突撃艦はほとんど使われてないのでっていう話をしたんだけど、まあその結果さらっと地味に突撃艦に爆破ダメージがついたというね、これ結構大きな変更だと思います。まあボマーである必要性、ボマーと突撃艦の使い分けっていうのも結構タウンホールの位置っていうのはかなり重要になってくるのかなと思いますね。まあなので、まあ新たなね兵器も投下兵舎も追加されましたし、今まではボマー一強って感じだったけど、投下兵舎も意外と使い心地としてはまあ良かったりもするし、こうやってね突撃艦の使用度もすごく上がってくるようなアップデートになったと思うので、まあ兵器の選択っていうのもこれからすごく面白くなってきそうですよね。今のねちょっとフリーズが早かったので、バルーンにフリーズをかけるようなタイプの茜式をするときは、クイーンのタゲにライドラがしっかりタゲを取ってあげるようなタイミングだったり、逆にねライドラがクイーンからタゲられるようなタイミングまでフリーズを貯めてあげないと今みたいに処理ができないことがあるとのと、今のはねウォーデンが、相手のクイーンがウォーデンのライフオーラの範囲内にいたので一発では倒しきれないというような形でした。うん、まあマルチ IT とかも一緒に絡めてフリーズかけることでバルーンを生かしたいっていうなら別なんですけど、まあ、今みたいにクイーン処理が目的の時はフリーズは少し溜めてあげてからの方がいいかなと思います。はい、はい、というわけで今回は CWL の方から決勝戦からタウンホール12のアタックをご紹介しました。まあ解説というよりは、まあ途中途中、まあ思い出話だったり、まあどういう展開だったのかみたいな話の方が多くなってしまったので、まあ解説動画というような感じにはなりませんでしたが、まあすごくまあ全体を通してねいいシーズンにできたんじゃないかなと思います。うん、まあタウンホール10は少しまあそんなには良くなかったんだけど、決勝戦ではいいスタッツで抑えることができたし、まあタウンホール12と11に関してはリーグでもかなりトップ、確か1位だったんです。確か両方1位でした。はい、最後見た時は両方1位のスタッツで終えることができました。まあ優勝もできたし、まあ各々目標にしてたようなこともできたし、すごくいいシーズンにできたというのと、まあ何よりやっぱり優勝できたっていうのがすごく結果ですよね。まあ結果がすごく大事で、これを目標にやってきてるわけなので、まあ特にねハグレの場合だと CWA で1本しかリーグを出てなかったので、まあこれはすごく大事なことだと思います。うん、 CWA2 連覇で、次のシーズンもねもちろん出ていきつもりですが、まあ2月になってしまうので、最初に言った通りミックスでの対戦動画はほとんど出すことができなくなると思います。今みんなね必死にタウンホール上げてファーミングしてるような状況なので、まあ、どちらかというとこれからは、まあ、13の動画中心になりつつ、ファーミングの動画だったり、まあこのまあちょっと休憩期間に入るような感じなので、まあ普段できないような動画も作るような形を検討しつつって形ですかね。はい、なのでこれから何日間かの CW 決勝のアタックが終わったら結構ミックスのアタックは減ってきちゃうかなという感じでご了承ください。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。